バス路線が例えば廃止したところっていうのを当社がそのまま引き継いでジャンボタクシーを走らせて地域の人の足となっていると。第一交通産業で働く大口翔平さん、彼の職業はタクシードライバーではありません。主な仕事は過疎地域などの交通インフラの改善、グループ会社への業務指導、管理職候補者への研修です。この日はグループ会社のタクシー営業所へ伺い、所長やドライバーさんにヒアリングを行っていました。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。だいたい1回の運行が7時間の観光になるんです。7時間ですか。それが、はい、10台動くということで、まあ、台数的にもやっぱり大口になればなるほどですね。そうですね、うん、メリットが生かせるし、乗務員さん相手の仕事がメインになってきますので、うまく乗務員さんそれぞれの個性をつかんで、どう気持ちよくタクシーに乗ってもらうか、どう売り上げを上げてもらうかっていうところを考えながら、個人個人になった労務管理っていうのが非常に重要になってきますね。営業所が雰囲気よく働けるっていうのが一番大事かなというふうに思ってますね。大口さんは新卒で入社して以来、タクシーの営業所で4ヶ月、総務部で6ヶ月、交通事業部の業務課で6年間キャリアを積んできました。今では20代という若さでありながら、自身が M&A で携わったタクシー会社5社の取締役も兼任しています。非常に若いうちからやっぱりいろいろやらせてもらえるから、その分実力がついて、それぞれのキャリアアップにつながっていってるのかなっていうのはすごい感じますよね。非常にもうフランクにできるかなって。なんでまあ若手があまり萎縮しないっていうか、伸びやすい環境にあるのかなっていうのは非常に思いますね。第一交通産業グループは旅客運送事業を中核に、不動産関連事業、介護医療事業など地域に根ざしたさまざまな事業を展開しています。中でもタクシーの保有台数は8500台を超え日本一、業界のリーディングカンパニーとしてママサポートタクシーや子どもサポートタクシー、認知症サポートや多言語通訳など新しいサービスを提供してきました。その現場を支えているのが大口さんが所属する交通事業部です。業務推進課、営業推進課、安全課、業務課、勤労課、資材課などで構成され、ここ北九州から全国の交通インフラの改善やタクシー営業所の経営をサポートしています。実際に私が申請して見に行ったんですけども、ここの丸いのですね、これもこれバス停なんです。作ってる時はですね、書面なんでどうしても見えにくいっていうところがあるんですけど、実際に行ってそのバス停を見た時っていうのはすごい興奮しましたね。これがやってきたことがこう形になってるっていうか、タクシーっていうのは交通弱者であったりとか、まあそういった移動手段をなくした方たちの足となって、地域に貢献していくっていうところが最大の使命で、タクシーの事業所が健全な経営ができてないと貢献していくことがなかなかやっぱり難しいと、まあ赤字から黒字に変えるっていうところはものすごい大事なんですけども、その先にどうやってその地域に貢献していけるかっていうところを最大の目標としてやっていってるので、まだ入社して7年ですが、非常に短い中ではありますけども、そういったところに立ち会えてきたっていうのはやっぱり力がついてきているのかなというふうには感じますね。大口さんが数ある企業の中から第一交通産業を就職先として選んだ決め手は何だったのでしょうか。タクシーだと玄関のドアまでお迎えに来てくれる、で行き先のドアまで、文字通りドアツードアですね、送迎してもらえるっていうところが一番のタクシーの魅力なのかなと。やっぱり今タクシー業界っていうのが非常に動いているっていうか、自動運転なんかが出てきてますけども、実際に街中を普通に走るようになったらタクシー会社ってどうなるんだろうとか、タクシーっていうのはどういうふうなあり方になってるんだろう、その時に備えるには何が必要なんだっていうことを想像していくっていうか考えていく、こういう時も非常に楽しいですね。最後に大口さんに聞きました。あなたのビジョンは何ですか。数字だけの経営ではなくてですね、乗務員さん相手の仕事っていうところがメインになってくるので、まあ、やっぱり営業所っていうところに顔を出して、どん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 いいところを自分の力にしていって、将来的にですね一つの地区を任せてもらえるような人材に育っていきたいと考えています。